どうも、はい、中本と申します。今日は新企画です。東京のアパレルスタッフファッションスナップ大公開ですね。代官山、中目黒、原宿、高円寺、ファッションエリアといっても過言ではないこの4エリアで働かれている、いろんなお店で働かれているスタッフのファッションスナップをね、撮ってまいりましたので、そちらをね、楽しんで見ていただければと思います。3、4ヶ月前ぐらいからちょこちょこ取りためていたんですけれども、今回ね、やっと、20人ぐらいかな、集まったので、バンと一気に公開できればと思います。本当にね、ご協力いただいた方々ありがとうございました。では、東京アパレルスタッフファッションスナップ、どうぞ。ではお名前と働いてるお店の名前も教えてください。菅原正樹です。はい、キスメットというお店で働いています。あ、ありがとうございます。バケットハットってなんですか？カムズ&グースっていう。あ、はい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 。結構多分有名なハットメーカーというか。すごいちょうどいいサイズ感ですね。そうですね。つばも長めで。はい。これコートはどちらなんですか？コートこれ自分で作ってるんですけど。はい。自分で作ったブランドというかブランドやろうと思って。はい、自分でちょっと作ったサンプルというか。あ、へえ、かっこいいですね。これレザーで切り替えられてるんですか？そうです。あ、そうなんですね。あ、カウなんですね。あ、本当だ、厚めですね。普通 3C っていう、あ、3C ですか？はい。の年代忘れちゃったんですけど、あ、いえいえ、ロープでね。はい。なんかすごい、なんかトゥーの感じとかが。パンツはレザーですか？パンツはグッチ。あ、グッチ。フォード機能。ありがとうございます。すいません、お忙しい中。お名前と働いてるお店の名前を教えてください。はい、高見ひともです。はい、働いてるお店はサファリで働いてます。はい、ありがとうございます。ジャケットが滋賀県にある、はい、ワンピースオブロックっていう、はい、デニムの一人で全部作られてるブランドで。へえ、すごいですね。のジャケットとデニムです。あ、もうセットアップで。はい。これはピースって書いてあるんですよね。あ、本当だ。はい。こだわられてるんですね。そこも。ウォレットチェーンは黒もハーツです。黒もハーツで。はい。こんな感じです。おお、なるほどなるほど。こちらもテンダーとか。テンダーですね。報酬です。これがはい。ティファニー。あ、ヴィンテージのティファニー。これは古着屋さんで買ったオメガのシーマスターです。クリンチブーツ。はいはい。世田谷のデニムがめちゃめちゃいいです。あ、本当だ。色移りがすごいです。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お名前と働いてるお店の名前も教えてもらっていいですか？名前は高一です。高一さんで。働いてるとこはサファリ公園。サファリ公園ですね。はい。ありがとうございます。キャップはどちらですか？キャップはノアの。あ、ノアさん。はい。キャップになります。トータクラシックの。そうですね。出してる。スウェットは。カルバンクラインですね。変更なんですけど。本当だ。はい。CK って書いてあります。グアムで買ったやつ。安かったんで。パンツはベンデイビス。結構いろんなの混ぜられますね。そうですね。結構。なんでもありやな。うん、でも色合いがすごい綺麗にまとまってるんで。ありがとうございます。すごいですね。靴は。はい。クーティーっていう。すごいですね。紫なんですね。はい。綺麗に合わせられますね。ありがとうございます。すごいおしゃれな方で、ありがとうございました。ありがとうございます。中中村純也です。中村純也さん、はい、サファリで走っています、はい、ありがとうございます。これは今シーズンの、はい、ビームスのジャギーニット、はい、パーディガン。色合いというか柄がいいですね。そうなんですよ。でモヘアっぽくて、確かにモヘアっぽいけどモヘアじゃない。そうなんですよ。インナーはどちらですか？これはプロクラブのやつなんですけど、自分で結構カットオフして。あ、本当だ、自分で着てる、はい、コットンはくって丸まるんでいつもよくやるんですけど。へえ、自分でやられるんですね。はい、80s ぐらいの、はい、オールドの普通にスラックスです。ラックス、はい、そうですね。皆さん結構色使いがおしゃれですね。すいません、いろいろお手数をおかけしました。ありがとうございます。九州タウン在木です。中目黒のダンで働いてます。はい、ありがとうございます。メガネはどちらですか？メガネはレスカです。レスカさん、レスカビンテージで。はい。トップスはジャケットはどこなんですか？ジャケットが通称コルビジュジャケット、まあヴィンテージのアイテムですね。インナーはこれもヴィンテージのサーマルですね。ヴィンテージ結構嫌いですね。はい。パンツは？パンツがイートスですね。パンツがイートスさん。2が 10W アンダース。あ、すごい大きいですね。はい、ありがとうございました。お名前とどこで働いてるかを教えてください。はい、関根めぐみです。中目黒のダンで働いています。はい、ありがとうございます。はい、おなじみの奥様ですね。はい、上は堺ですかね。コートが堺です。すごい切り替えですね。堺で一番最初に買った思い出のコートです。ニットセーターとあとロンパース、ニットのロンパースを重ねて着ています。はい、なるほど。ニットがムルーア。下のロンパースニットが最近買ったエモダのロンパースです。ロンパースでシューズは結構前に買ったフォーエバー21です。着やすいです。すごい安かった、6000円ぐらいだったと思うんですけど、お手頃ですね、はい、おしゃれな奥様でした、はい、ありがとうございます、はい。お名前とどこで働いてるか教えてください。関根はずむです。中目黒のダンで働いてます。じゃあメガネはどちらですか？メガネネイティブサンズですね。ネイティブサンズ。トップスはどちらですか？ナイアットです。ナイアットさん。はい。すごい。いつも結構着られてますよね。結構着てますね。去年の頃です。でパンツが僕がやってるブランドダンの運搬です。運送パンツ。はい。ブラックスのワラビーズ。ワラビーズ。はい。多分名作ですね。名作です。すごいおしゃれですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前とどこで働いてるか教えてください。関根釣り目です。ダンのスタッフです。ポップスからお伺いしててもよろしいですか？あ、こちらはですね。はい。あ、こちらはですね。はい。オーベルジュのパーカーです。はい。あ、パーカー。はい。パンツも教えてもらってよろしいですか？あ、これ僕が作ったパーカーです。釣り目さんが作ったんですか？あ、これはもう、はい。あ、そうなんですね。僕とはずむが。あ、僕とはずむが。あ、そうなんです。表ではちょっと出してないんですけど。あ、そうなんですね。実は裏では。あ、なるほど。ありがとうございます。これは他ですね。あ、他ね。はい。ありがとうございます。ボンダイですからね。そうですね。あ、すごい。ありがとうございます。だんだん働かれてる釣り目さんでした。はい。ありがとうございます。はい、お名前よろしいですか？永瀬ゆいです。ブローチの中目黒店で働いてます。ジャケットはどこのですか？コムデギャルソン。あ、コムデギャルソンで。ネックレスはアンブッシュです。ギャルソンのワンピース。ワンピースなんですね。シューズは？実はヴィンテージ。ヴィンテージで。お忙しい中ありがとうございました。全然ありがとうございます。ありがとうございます。大石です。ロッチ中目黒店で働いております。服装は堺、パンツはアークテリクスベイランス。ベイランスなんですね。シートはコンバース。CT ですか。CT。ありがとうございます。こちらはどちらなんですか、アウターは。マッシモンスティプロダクション。テクノロジー。なるほど。まあね、素材がすごいですからね。はい。じゃあすみません、お忙しい中、ありがとうございました。お名前と働いているお店を教えてください。はい、松本学と申します。はい、ユナイテッドアローズ原宿本店、はい、サンズのフロアで働かせていただいています。はい、はい、ありがとうございます。髪の毛がかっこいいですね。すみません、とんでもないです。ジャケットとかからちょっとお聞きしてもいいですか。はい、こちらでの展開もあるんですが、はい、ザスタイリストジャパンといって、はい、こちらのジャケット、あ、なるほど、ディッキーズボディのやつです。あ、ディッキーズボディなんですね。昔のブランドで、はい、シャンティというブランドの、ちょうどナイロンのカーディガン。これが原宿にあるマジックシアターっていうところでオーダーで作ってもらったネックレス、亀のネックレスです。スパイラルアーツといって、はい、中に金の粉を吹きかけてで作るビー玉になります。へえ、すごいですね。私どもサンズのパンツに、そうです。でフレアのパンツ。あ、なるほど。シューズはどちらですか。シューズは、メイドイン GM ジャパンというのがありがとうございます。働いてるお店さんとお名前だけお伺いしてもよろしいですか。はい、ユナイテッドアローズ原宿店、はい、ユナイテッドアローズサンズ担当の金輪と申します。あ、はい、よろしくお願いします。こちらがエイメレオンドレというアメリカの、はい、ブランドのものですね。ルールリッチとのコラボレーションの品物で、はい、シンプルなんですけどすごくあったかくて、はい、はい、気に入っております。すごいお似合いですね。ありがとうございます。うまいです。T シャツはどちらの？はい、T シャツは弊社のレーベルで、はい、ウィメンズのブランドでロックっていうのがあるんですけど、はい、そこのオリジナルですね。はい、フリーサイズで女性ものなんですけど男性でも着ていただけるような。本当ですね。はい、全然着れてますね。ありがとうございます。二色買いして。なるほど。二色。お気に入りでございます。リーバイスの505という形で、はい、まあ全然ヴィンテージ的価値はそんなにない年代の浅いレギュラーものでございます。はい、クラークスなんですけど、はい、これもカーディガンと一緒でエイメとのコラボレーションであるそうですね。すいません、ありがとうございます。名前と、働いてるお店の名前を教えてもらってもよろしいですか。はい、ユナイテッドアローズ原宿本店の原と申します。はい、ありがとうございます。はい、これはパーバーズという人です。あ、なるほど、はい、なるほど。中のシャツは今ちょっと店舗がレディースやってないんですけど、アンルートという、はい、前にユナイテッドアローズでやっていた、はい、ブランドで作っていたシャツですね。パンツはドリスバンの店、はい、パンツになります。シューズはどちら？シューズは、MM6 の、はい、ブーツです。MM なんですね。はい。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。名前とご職業をお願いいたします。はい、岡本和弘と申します。はい、ユナイテッドアローズでメンズ PR をしております。はい、ありがとうございます。ジャケットというかブルゾンはどちらですか？はい、アクネ。アクネさんなんですね。今季です。ニットはどちらですか？ニットは E-トーツ。はい、パンツはこれニート。パンツ専門学校。アディダスオリジナルスタイル OMC。まあなるほど。ありがとうございます。すごい。こちらはどちら？ティファニーの。ありがとうございます。はい、ご協力いただきありがとうございます。五代官山2号店スタッフの井野と申します。よろしくお願いいたします。はい、カイコのボタンレスジャケットライクラっていうアイテムですね。カイコでは今定番で作ってるアイテムになりますね。ベイランスっていうブランドですね。ベイランス、ありがとうございます。ジャケットで着てるカイコのジャケット。はい、セットアップになりまして同素材のパンツになります、ね、シューズは、アワレガシの一応ブーツですね。なるほど、結構ごつめなんですけど。ありがとうございます。大官山3号店スタッフのコウです。よろしくお願いします。で、みんながカイコのブランドのものになります。はい、ネオンサインのアイテムですね。はい、これベア天軸っていうポリウレタン混のコットンなのでちょっとストレッチ性のある天軸地のアイテムですね。上に羽織ってるコーチジャケットに関してはうちの別注で作った新年の、やつなので SS 扱いのやつですね。パンツがオーダーというブランドです。これトリッカーズです。トリッカーズ、はい、ありがとうございます。大官山3号店スタッフ遠藤です。よろしくお願いします。サルバムの今シーズンのシャツになります。ネオンサインのワイドワークスラックスですね。ランダムにボタンが配置されているような。シューズが GH バスのローファーになります。去年のシーズンのアイテムです。ユーズドで買ったティファニーのリングになりますね。ありがとうございます。菊信東京の西と申します。よろしくお願いします。これがフェンチェンワンの2-in-1ロングスリーブっていうがもう一つ。首が2つついてるんですね。定番で出してるカットソース。ジャケットが、ジエダの 21SS の新作になります。これもジエダでフレアパンツなんですけど、新しく定番に加わったパンツでして、レイヤー具合が横だけじゃなく縦にも立体的。これもジエダの 21SS の新作のローファーになりますね。スネーク柄前のシーズンも出てたんですけど、今季はちょっとブラウンとかも入って合わせやすくなったんじゃないかなと思います。こういうブラウンとかが入ることで。これもジエダでウエスタンベルトは何シーズンかにわたって作ってるんですけども、今季はこのバイソン柄新作で出てます。はい、ありがとうございます、はい。大官山店の新井です。古着のジャケットです。古着のマックスマーランの新品のウエスタンブーツ。Nマンションっていうドウタウンに入ってるブランドで、韓国のブランド。はい、ありがとうございます。赤い山で働いている中川です。お願いします。ネックレスはヴィンテージショップで目黒で買いました。これ古着でタルボッツっていう古着で結構有名なブランドのジャケットです。色で買いました。あ、可愛い。確かに。パンツはスローのオリジナルのイージーパンツです。これがジュリア・タドゥッチっていうスローでセレクトしているブーツで、めちゃめちゃ履き心地いいです。ありがとうございます。はい、ということでね、東京のアパレルスタッフファッションスナップ20人かな、いかがでしたでしょうか。もしこれ好評だったりとか、もっと見たいよとか、もっと見せろとか言っていただければ、次回もねやっていこうかなと思いますので、ぜひねコメントの方よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕はいつもファッション系の動画を上げております。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中間です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。